記念すべき初ゴールを挙げた選手こそが、当時33歳だった黒崎久志監督でした。あれから9年、今シーズンからアルビレックス新潟の指揮を取ります。性格ですか。まあ大雑把のような感じですけど、意外とこうなんか細かい、好きな言葉はもう向上心とか、好きな色はまあもちろんオレンジですけど。そんな黒崎監督にシーズンにかける思いなどを丸×で答えてもらいました。じゃあ1問目、はい。こういうテレビでのインタビューは正直緊張する。即答でしたね。ね、もうあるがままにこう映してもらうしかないと思うんで。はい。黒崎監督は現役時代、鹿島アントラーズなどでフォワードとして活躍。恵まれた体格を生かしたダイナミックなプレーで J リーグ通算69得点を挙げました。また日本代表としても25試合に出場するなど輝かしいキャリアを持っています。国を代表して戦うっていうところと、やはりその外の海外にはもうたくさんもっともっとこう、レベルの高いサッカーっていうのがあるっていうのをこうやっぱり実感できるっていうけどね。シーズンが始まるのが楽しみである。 J1 の監督っていうとやはり18人しかなれないんですよね。で、そういうチャンスっていうのは本当にこうなかなか巡ってこないっていうか、そういうところであるし、やはり最終的にやっぱり自分が目標としていた監督っていうのになりたいっていう、そういう思いがやはり、一番強くなったかなと思います。今のアルビレックス新潟、課題は多いと思う。アグレッシブに戦うとか、あとはその最後まで諦めない粘り強いサッカーっていうのを、まあやっていかなくちゃいけないと思うんですけども、やはりその中でこうやっぱりもっともっと、勝敗に こだわっていくっていうか。昨シーズンまでヘッドコーチだった黒崎監督、上位を狙うために何をするべきかは誰よりも理解しています。矢野とかあと大島とか、そういった軸、昨年軸になった選手っていうのはもちろん今年も引き続き軸になってもらわなくちゃならないと思ってるし、もっとゴール前での、コンビネーションだったり、やはり最後の部分のシュートとかクロスまで持っていくところのその回数をより多くするっていったトレーニングを繰り返しやっていきたいなと思いますけど。去年わずか31失点だったディフェンス陣ですが、その立役者となったゴールキーパー北野は大宮アルディージャに、そしてディフェンダーの塩丹田は名古屋グランパスに移籍。しかし黒崎監督に焦りはありません。今まで試合に出あのなかなか出れなかった選手っていうもうそこを穴埋めてもらいたいし、そこは十分できると思うし、まだまだねその若い選手もいるんで。ラルビのサポーターは J リーグの中でも一番だ。あのサポーターが送ってくれるあのパワーっていうのは本当に選手にとって一歩前に出れる、もう一つ上に高く飛べるとかね、そういうもう一つ相手に強く当たるとか、そういったもう一つ上のこう
行くためのパワーっていうのをこう与えてくれるんじゃないかなと思いますけど。最後、ズバリ目標は優勝だ。迷いはないですね。もう、まあ、優勝っていうよりも本当にこう一戦必勝じゃないですけど、やはりこうやっぱり一番目指してやるっていうのがやっぱり我々の世界ではね、やっぱそういうスピリットを持ってない人はもうなんていうんだろう、もういる資格がないと思うし、うん、まあ僕は本当に選手がピッチで思い切りね、伸び伸びと自分のプレーをして、でそこが勝ちにつながっていけるようにやっていければいいなと思いますけど。はい、黒崎監督、まあ、口調は非常にソフトだったんですけども、まあ、しっかりと前を見据えて目標は優勝と力強く語っていたのが印象的